カナダにある指導指導とは、個人、または団体が所有している土地を道路として使用している、区域のことである。行動に対する概念であり、誰でも利用できる行動とは正確をことにしている。土地所有者の許可を得なければ通行することはできない。誰でも利用できるように開放している道路もあるが、それは土地所有者がそのように許可しているためである。 産業革命期になると、大地主は、領有地に、市道や運河を整備して通行料を徴収するようになった。このように、大地主によって整備された市道や運河は、やがて公認され無料化し、交通網の発達へとつながった。欧米では、宅地所有者が組合を設立、または共同所有することにより、宅地内の通行路を共同で、維持管理する制度ができているところがある。 特に、イギリスでは、このような形で、共同所有、管理される道路がおよそ4万本あると言われている。また、ヨーロッパや北米でも私、企業による高速道路網が整備されている。日本の高速道路と同様に、整備費を通行料によって賄うこととされているが、償還が終了した後は政府に引き渡され、政府管理の高速道路として維持されている。私有車道とは、 建物の車寄せに通ずる、施設車道である。英語で、ドライブウェイと表現する。一般的に、車庫や建物から行動までの間に作られる。日本における指導は、国や地方公共団体が管理する道路である。行動に対する概念である。指導を設置する目的としては、が挙げられる。営利を目的に、民間資本を投資して建設された、有料道路の例としては、 箱根ターンパイク、比叡山ドライブウェイ、シギエコマスカイラインなどがある。ノコギリ山戸山自動車道は、個人私有地の中に建設された道路であり、民地内通路の例を兼ねているとも言える。いずれの場合も、通行時間が制限されていることが多く、夜間通行止めとなっていることが多い。特殊な例として、 旧国鉄白宝線や旧国鉄後新線などの鉄道時期跡を転用したバス専用道路もこの範疇に含まれると言えよう。いずれの場合も道路運送法第2条第8項に規定されている自動車道であり、道路交通法、道路運送車両法の適用対象となり、運転免許証がないと運転することはできない上道同法の違反者には罰則が課せられる。 民地内通路の例としては、工場や鉱山等の構内道路、公園やテーマパーク内の園路などが挙げられる。一般車両の通行そのものが制限されており、道路交通法の適用を受けない。これの特殊な例として、宇部鉱山専用道路や東洋大橋がある。これは、同じ会社の離れた2工場間を結ぶ自社専用道路であるが、道路を自動車道とみなさず、 工場構内等と同じ扱いとすることで、道路運送法の適用を受けず、道路運送車両法規格外の超大型トレーラーなどによる資材運搬を行っている。なお、指導であり、行動との出入りを遮断している場合であれば、民地内通路とみなされ道路交通法が適用されないので、各都道府県公安委員会の交付する。 運転免許証がない状態で自動車及び原動機付き自転車を運転しても法律違反ではない。自動車教習所やサーキットはこの点を活用した施設である。建築基準法第43条には都市計画区域内に建築物を建てる際の条件として建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない。との定めがある。これを満たすための道路として 指導指定することを認めるケースが存在する。この場合の指導は、一般の交通のように供するために設定されたもので、あり、公衆用道路に準じて常時誰でも通行ができる、場合がほとんどである。接道要件に関しては、一般道路である、有料道路や高架道路等の歩行者、軽車両の通行可能性に影響を及ぼすことがある。すなわち、 歩行者や軽車両の通行が一見危険であるような、有料道路などであっても、有料道路などの沿道の建築物などとの行き来に、その有料道路などを通らなければならない場合には、歩行者や軽車両の通行は禁止できないことになる。一指定道路建築基準法でいう道路については、同法の第42条第1項に定めがあり、 以下に該当する原則幅4メートル以上の道路を指している。道路法による道路都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、または、 密集市街地整備法第六章による道路この章の規定が適用されるに至った際現に存在する、道道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、または密集市街地整備法第六章による新設または変更の事業計画のある道路で、 二年以内に、その事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、または密集市街地整備法第六章によらないで、 築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が、特定行政庁から、その位置の指定を受けた者のこのうち、1から2号と4号については国、地方公共団体、またはこれに準ずる機関が整備した道路、いわゆる行動のことを指しているが、5号は、民間の開発業者等が、特定行政庁から道路としての位置の指定を受けた。 民地のことを指している。これがいわゆる位置指定道路と呼ばれるものであり、建築基準法の要件を満たすための指導となっている。一旦指導として道路とすれば原則として変更、廃止はできない。二項道路建築基準法第42条第二項には、この章の規定が適用されるに至った際限に、建築物が立ち並んでいるメートル未満の道で、 特定行政庁の指定したものは、全校の規定に関わらず、同校の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線を、その道路の境界線とみなす。攻略、との記述がある。すなわち、もともとは、福音が4メートルに満たない道路であっても、道路沿いの民地部分を建築基準法上の道路としてみなし、建て替えの際には、 道路中心線から2メートル下がった位置での建築を求められる。この場合に生じた道路沿いの民地部分を通称二項道路と呼び建築基準法の要件を満たすための指導の一つとされている。ありがとうございます。